逆転裁判、前回ですね、いろんなこと起きましたね。殺人事件のなんか大体の全容が分かってきて、社長が殺されてなぜか金庫の中に入れられてたんだよね。でその時に非常ボタンを押したのに、やはりがなんか女の子のとこ行ってて気づいてなかったという、ものすごいやらかしをしてたわけですね。それ以外にもなんか壺をね、割ったと、キリオさんがね。そこでもまたいろんなやらかしがあって、本当知り合いがやらかしてばっかり、この事件知り合いがみんなやらかして、なんか申し訳ないね。でもそれが全部関係してくる、なんか壺と殺人事件が関係あるみたいなことをなるほどが言ってたけど、どういうことなんだろう、わからないね。天杉くんもなんかよくわからんし、怪人は怪人なのかな、天杉優作は。けど愛がね、なりすましてたみたいな話もあったから、それが全部どうつながってくるのか、大丈夫なのか、これこのままいけるのか、行くか、法廷だ、こっから行きます。9月14日午前9時41分、地方裁判所被告人第4控え室。なるほどくん。どうした？また何かあったの？ものすごい人気だよ、今日の法廷も。殺人事件だからな。あ、そうなの？傍聴人がめっちゃいるってこと？何言ってんの？お隣の法廷だよ。お隣？ほら、愛が探偵の裁判があるんだよ、今日。ああ、そうなんだ。別で裁判にかけられた。愛が探偵の怪人仮面マスクとして裁判にかけられるんだって。もう早いな。いつもそうやで。なるほど。あんま思ってなかった、自分の時は。いつもものすごいスピードで裁判になってるやんか。私も見たかったな、仮面マスクの裁判。どうせ。そういえば、はるみちゃんは？ああ、里に帰ったよ。これ以上修行休めないって。どうせ僕なんか。赤い字怖い。何誰？はるみちゃんは最近さらに熱心になったね、修行。1年前の事件からかな。僕のこと無視しないでください。なんで赤い字やったの、さっき怖い。あ、優作さん、おはようございます。どうせ僕なんて殺人を犯しても誰にも注目されないんですよね。いやいや、そんなことないですよ。って優作さん、まさか君が犯人？違います、僕しがない怪人です。嘘をついてるには見えないね、この人ね。いや、変か、怪人にしがないもないですもん。天杉優作の主張によると、怪人の2回目からの犯行は計画書に従っただけ。誰かが彼に犯行を指示して獲物を取り上げていたらしい。そうだったね。なるほどくん、怪人のことを殺人に関係あるの？多分ね。とにかく今日の法廷はスピード勝負だよ。なるほどだけが分かってる。え、どうして？いつも通りのんびり行こうよ。それじゃあちょっとまずいんだよ。何？教えてくれないね。なるほど。同日午前10時、地方裁判所第6法廷。これより天杉優作の法廷を開廷します。弁護課は準備完了しています。準備か、臆病者の逃げ口上だぜ。なんで。はい、そういうわけで冒頭弁論をお願いします。無視されてる。意味わからんこと言うから、強盗が。
裁判長すっかり慣れちまったみたいだな。天杉優作は戦場に出るには若すぎた。それだけだぜ。何を言ってるの。さすがにそれだけでは全然わかりません。世話の焼ける連中だぜ。人生は戦場だ。だが、だからこそ筋は通さなきゃいけない。ああ、また誰かがコーヒー投げてきてる。そういうことだ。わかるだろ。はい。では、事件のあらましを確認しておきましょう。なんか言うてあげて、せめて。裁判長、やり手の司会者みたいな。やり手の司会者、そんなスルーせえへん。何かしら処理する。もうカット前提で。もうここ編集点みたいな感じで。はい、ということで次に参りましょうみたいなことで。こいつのとこはオンエアさせへんぞっていう。被害者は武須島黒部 KB 警備会社の社長でした。彼の死体が金庫の中から発見されたのは13日の朝9時頃。しかし殺害されたのは前日の午前1時だった。前日のというか、まあその日のってこと。そうやな、その日の1時でその朝にってことね。そしてその時刻、現場で迷子の子猫ちゃんが泣いていた。そいつがそこの被告人ってわけだぜ。それでは護道検事、最初の証人を呼んでください。ごくごくやないな。俺は裁判中のコーヒーは17杯までと決めている。飲みすぎやで。だが本物はいつだって最初の一杯目だけだぜ。最初の証人を。じゃあ被告人、天杉優作の証言を聞くとするぜ。被告人、いかがですか弁護人。被告人が証人となると弁護側には不利になりますが、なんでやねん。その内容によるやろ。ほな被告人質問最後にやるもんないけどな、裁判では。証人尋問からやろう。昔千尋さんが僕を弁護してくれた時、彼女は被告人である僕の尋問を受け入れた。いや、やるから最後に絶対。この僕を信頼してくれていたから。信頼とかやらんとな。主張あるから、被告人には被告人の。弁護側に異議はありません。被告人を証人として認めます。どういうことな。被告人質問やろそれは。普通に証人尋問じゃなくて、証人尋問一通りして最後被告人質問って手続きあるから。いい覚悟だ。まるほど、まだ間違えとんのかい。それでは天杉優作を証言台へ。ああ、また飲んでるわ。やったんだろ、あんたが。そんな単刀直入に聞くか。はい、お前も答えんのかい。めっそうもありません。裁判の最短記録が生まれるかと思いました。優作さん、見た目だけですでに半分有罪だもんね。なんで口を開けばもう半分も有罪、もう半分も有罪って感じなんだよな。いいだろうさ。なあ、あんた聞かせてくれねえか。社長を殺していないならなぜ警備警備行ったんだ。それはその、言いにくいんだよな、帰りたいな。ではそのあたりのことを証言してもらいましょう。そうだね。警備警備に行った理由。あの晩、夜中の1時頃、警備警備の社長室を訪ねました。行ったよね。呼び出しのお手紙、その脅迫状をもらったものですから。1年前まで社員でしたから、社長室の場所は知っていました。夜中の1時というと、まさに犯行時刻の頃ですな。ああ、まだ誰かコーヒー投げてる。弱者は運命に流され、強者はそれを飲み干す。あ、すごい飲むねコーヒー。今日も苦いぜ。俺の運命、
あんまりコーヒー好きな人苦いぜっていう感想持たへんけどな。苦いなと思いながら一日何十杯も飲んでんの。この好きじゃないの、無理して飲んでんじゃないの。なんだかんだ言ってコーヒー飲んでるよ。それでは弁護人尋問を。KBKB に行った理由、ライン探っていくしかないかい。あの晩夜中の1時頃 KBKB の社長室を訪ねました。待った、午前1時というのは間違いないんですか。ええ、社長室に入るとき時計を見ましたから。いや待てよ、それってどうなんだろう。時計が遅れて僕の腹時計も。午前1時といえば被害者のブス自慢氏が殺害された時刻ですな。一緒にコーヒーを飲むには遅すぎる時間だぜ。なんでコーヒー飲むの話した。呼び出しのお手紙、その脅迫状をもらったもんですから。また、呼び出しのお手紙ですか。どこかに呼び出される脅迫状は初めてでしたね。そうでない脅迫状は初めてではなかったのですか。そうなんだよ裁判長。ええ、それはもうあれを盗めとか、これ、いやいや、その話はまた今度。余計なこと言うなよ。さてどうしよう。まあ揺さぶった方がいいのかな。なんか変なこと言いそうやけどな。その脅迫状にはどんなことが。500万円を持ってこいって。金か、殺人の動機として十分だぜ。あ、でもちょっと待ってください。僕お金を払うつもりなんてありませんでしたよ。おお、そうなんですか。だって僕には脅迫されて困ることなんてありませんから。それは重要なポイントですな。ああ、証人、今の発言を証言に加えていただきましょう。はい。大丈夫か、優作くん。社長の脅迫は怖くなかったです。バラされて困ることもなかったし。そもそも何を脅迫されていたんですか、聞いちゃおう。脅迫状には正体をバラされたくなければと書いてありますね。それはもちろん怪人仮面マスクのことだったんでしょうね。でも僕、社長には尻尾をつかまれていませんでしたから。社長には。とにかく僕、世間から何を言われても構わないんです。マレカちゃんさえ僕を信じてくれれば。そのマレカさんは優作くんが怪人だと信じてなかったわけか。だから僕を脅したって無駄だったんですよ。1年前まで社員でしたから社長室の場所は知っていました。はい、待った。確か警備会社の警備隊長だったんですよね。ええ、まあ。隊長、あなたが。それが今から1年前、突然クビになった。クビにされた恨みか。動機として十分だぜ。そりゃ殺しはせんやろ、そんなことで。まずいな、話題を変えた方がいいか。いや、やめてからの生活、クビになった理由黙っておく。でもそう、クビになった、あれ、なんでクビになったんやったっけ。急にクビになったんやったっけ。聞くか、クビになった理由聞いてみよう。優作くん、クビになった理由を聞かせてください。それは聞かなきゃよかった。世の中そんなのばっかりだぜ。あ、なんか何、じゃあやっぱり一言証言してください。あの、僕お金が必要だったんです。お金、そのマレカちゃんがお金使うの趣味だから。嫌な趣味だね。なるほどくん、給料じゃとても足りなくて。そうだね。僕会社からデータを盗んじゃったんです。何しとんねん。KBKB っていろんな会社のセキュリティの情報が集まるし、僕
一応警備チームの隊長だったから。データを盗んで売っちまったわけだ。結構重いよこれ。会社の秘密情報ね、漏洩して。それが社長にバレちゃって懲戒免職に。首だけで済んでよかったよ。そんな犯罪やからな。聞かなきゃよかった。なんとか内密にしてもらって自分から辞めたことにしたんです。そうなんだ。なるほどくん、なに懲戒免職って。会社に損害を与えた人間を罰としてクビにすることだぜ。あんたは特によく覚えておいた方が良さそうだな。言われちゃったよ。なんでな。証人、会社のデータを盗んだ事実なのですね。はい、ごめんなさい。ダメだよ、そんなことしちゃ。この事実は重要と考えます。証言に加えてもらいましょう。これで状況はガラリと変わってしまっただ。良くない方向に。でもそれを何、今更なんか言われる、そうなったってこと。会社の機密情報売ってクビに。マレカちゃんには秘密ですけど。クビだけですね。よかったね、ほんま。どうしてそんなことを。マレカちゃんの趣味のためかな、やっぱり。無駄遣いか。無駄なんかじゃありません。マレカさん知らないんだよね、ユーサクさんがクビになったこと。そうやな、未だに働いてると思ってるな、マレカさんな。そうみたいだな。微妙だよね、秘密のある夫婦って。迷いちゃんも夫婦を語るようになったか。何をしみじみしたの。弁護人、遠い目をしないように。なんか妙に少ないね、ユーサクさんの証言。少ない。きっと何か言いたくないことでもあるんじゃないかな。なんか嫌な予感。そっとしておこうか。でもそれを聞き出さないとたどり着けないからね、真相に。なるほど、なんか筋が見えてんねんな。あの晩夜中の1時頃 KB 警備の社長室を訪ねました。あれ、午前1時というのは間違い。あれ、あ、見たかこれ。はいはいはい。あれ、突きつけか、そろそろ。ん、あれ、これ見たよね。場所知ってましたでしょ。機密情報売って首にマレカちゃんに。なんか揺さぶってないとこあったっけ。こことか。そもそも何を脅迫されていたんですか。ああ、これ見たよ。もちろん怪人カメマスク。なんか、あ、いいよ、来た。おっと、今となっちゃそれは通らないぜ。お、どういうことですか。被害者は被告人が怪人だと証明する証拠は持っていなかった。うん。だがあんた、一年前に会社の情報を盗んだ犯人なんだぜ。あー、そうね。そこの意味が変わってくるってことか。あ、でも、その件ではクビになって決着がつきました。確かに、情報を盗んだことは内密に処理してもらったけど、今さらお金を払う言われなんてありません。本当にそうだろうか。どうしたの、なるほどくん。会社のデータを盗んだという事実、ゆうさくくん、それを公表されて困ることはなかったのかな。困ることあるんじゃないの。公表されて困ることあるじゃん。まあ犯罪やしね。うん、まあありそうや。困ることはあった。優作くん、君はとても困ったはずだよ。会社の情報を盗んだという君の正体がバラされたら。ちょっと待ちなさい。なるほど、弁護士のあなたが被告人をいじめてどうするのです。く、男はひどい目にあって成長するものだぜ。そういうものです。じゃあ、ひどい目にあってもらうか。なあ、弁護士くん。あら、怖いね。僕がですか？
あんたの主張、きっちりと立証してもらうぜ。怖っ。天杉が会社の情報を盗んだことを公表されたくなかった理由とは、何？防犯カメラ。500万円公表されたくなければ、金がなければ先日お前が手に入れた赤ダイヤを処分するべきだ。はい？仮面マスク関係、エンブレム、公表され、これエマノンの涙関係ですか？会社の情報を、あ、これ何やっけ、あ、これ関係ないか、値段ね、うわぁ、何やろ、会社の情報を盗んだことが難しいね。会社の情報を盗んだことを公表されたくなかった理由、会社の情報を盗んだことが公表されてしまったら、仮面マスク関係、ちょっとなんか仮面マスク、ちょっとわかんないね。ちょっと一回この新聞記事とか行ってみる。なんか関係ありそう、それ。くらえ。どうだい、被告人さんよ。け、だそうです。違いそう。腹立つな。どうやら弁護人の一人遊びだったようですな。せめて一人相撲ぐらい言ってほしかった。あれまあ。ちょっと待って、ちょっと待って。考えろ。なんか今んとこやな、絶対な。あー、マレカちゃんには秘密か。マレカちゃんがらに。そうね。どこでしたっけ、呼び出しのお手紙、脅迫状もらった。社長の脅迫は怖くなかった。バラされて困ることなかったって言ってるけど、何を脅迫されてたんですかと。意義あり来て、おっと、今となっちゃそれは通らないぜと。どういうことですか？社長は被害者怪人だと証明する証拠は持ってなかった。だが、あんた1年前に会社の情報を盗んだ犯人。でも、その件でクビになって決着がつきました。確かに情報を盗んだことは内密に処理してもらったけど、あー、わかったぞ。あれだ、思い出した。困ることがあったんだよ。盗んだという、その、やっぱ、悪事を働いてるから、それ自体困るのよ。いやいや、じゃあ、ひどい目あってもらおうかな、弁護士くんと。僕はですか。あんたの主張、もう五道の手がいつでもコーヒーをキャッチできる形に置いてあるわ。なあ、いつ飛んできてもいいように。あの形で構えてんや、もう五道は。あ、ほら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 、ほらね、ほら、やっぱそうだよね。やっぱ来てからガッと右手出してたら追いつかへん時あるんやろ、多分。右にシューンってコーヒーもう飛んでいく時あるんや、多分今で何回か。だから常にここにセットしといて受けれる状態にしてんやろな。来てから反応してたら遅い時あるからな。多分ね、マレカさんの性格的に、ほら、曲がったことと卑怯なやつが何よりも嫌い。そうなんだよ。人を突きつける。まあ、行ってみるか。マレカさんのものとかないよね。マレカさんが、そうね。そうね。マレカさん自体を突きつけるか。よいしょ。ユーサック、昨日聞いた話とちょっと違いますね。よしよしよし。何がですか？君は何よりも恐れていたはずだ。
君の秘密をある人物に知られてしまうこと。ハウグ、ハウグ？ある人物。天杉マレカさん、被告人の奥さんです。かっこいい。僕あの、なんていうか、マレカちゃんはその、どうやらうかうかしてると仕事を取られちまいそうだぜ。後藤健二。そう、すべてはその神さんが原因だったのさ。どういうことですか。神さんの小遣いのため、会社の機密データを盗んだ。クビになったことを神さんに知られたくなくて脅迫された。そして殺人事件が起こったのさ。くそ、またあいつの思うつぼか。マレカちゃんのことそんな風に言うと許しません。どうやらいろいろなことがはっきりしてきました。どう、なるほどくん。海底から20分でここまで不利になるとは思わなかったよ。動機は十分です。奥さんのためにデータを盗み、秘密を守るために殺人を。行き過ぎた家族サービスとでも言いましょうか。動機は立証された。次へ行くぜ。動機なんか最後やけどな。その犯行に関与したという客観的な物的証拠は何もないじゃないの。あの晩午前1時、殺人現場で何があったか。さあ、話してみな。聞いてやるぜ。社長室で起こったこと。社長室に入ったら、目の前に怪しい人影がぬっと出てきて、そうだそうだ、人影があったんだ。ほらほら、あのシルエット。いきなり額を殴られたんです。僕クラクラしちゃいました。本当、あれをつけてなかったら死んでたところですよ。気がついたら社長の死体が転がっていたんです。ネクタイが空に巻きついてたね。いきなり殴られたですか。確か昨日の探偵もそんな証言をしていましたな。怪人に後ろ頭を殴られたとか。結局それは嘘で、アイガ自身が犯人だったけど。くっ、下手な嘘を下手に真似しても誰も騙せねえぜ。そんな、僕本当にやられたんですよ。あなたの証言が本当かどうか尋問で明らかになるでしょう。いいなぁ、なるほど。依頼人だからって手を抜くなよ。ああ、今構えてたな。そうやったな。そんな素振りを見せたら、このコーヒーおごっちゃうぜ。やめてください。二度とあんなことしないでくださいね。その心配はいらないよ、護道健二。優作君はやっていない。それを信じるんだ。社長室で起こったこと。社長室に入ったら、目の前に怪しい人影がぬっと出てきて。また。その怪しい人影、誰だったんですか？いや、いくら僕があれでも、分かっていれば言いますよ、名前。ヘラヘラ笑っているよ。じゃあ、その時、被害者のブス島社長はどうでしたか？どうと言いますと、すでに殺害されていたのか、まだ生きていたのか、あるいは殴りかかってきたのがブス島さん本人だったとか。そうですね。どうなんでしょう。なるほどさ、なんで聞くの？もういいです。いきなり額を殴られたんです。僕クラクラしちゃいました。額を。ええ。部屋の中に入った瞬間にガツンと。相当なパワー、そしてスピードでしたね。殴りかかってきた人物のこと、何も覚えてないんですか？まあ、相当なパワー、そしてスピードでしたからね。ちょ
ちょっとぼんやりしちゃったんだと思います。頼りにならないね、優作さん。僕もちょっと殴りつけてやりたくなってきたよ。相当なパワー、そしてスピードで。関係あるの、そのパワーとスピード。ほんと、あれをつけてなかったら死んでたところですよ。気になるね、これ。あれというのは決まってるじゃないですか。怪人仮面マスクの衣装ですよ。そんな格好で行ったわけ？はぁ？待ちなさい、仮面マスク。あれ、そういえばこれ、言いませんでしたっけ？でないよ。僕、念のために怪人の格好をしていたんです。なんでな？そして、KBKB の社長室に華麗に舞い降りました。なんでな？なんですと？どういう意味だよ、あいつ。なるほど、君、知ってた？私、初めて聞いたよ。そういえば、僕も初耳だぞ。この俺ですら知らなかった。つくづく、隠し事が好きな坊やだぜ。すみません。今まで言い出すチャンスがなくて。いや、そんなことないか。なんていうか、言いそびれちゃうことってあるよ。6杯目のコーヒーが冷めた視線で俺を見つめてるぜ。6杯目なのね。あと11杯。とにかく今の証言は無視できません。証言を修正するように。仮面マスクの衣装を着ていなかったら死んでましたよ。またどうして怪人の格好？いや、だって僕、怪人仮面マスクですから。何を言い出すのですか。仮面マスクならお隣の法廷でたった今裁かれている最中です。あ、そうみたいですけど。とにかくあの時の僕は怪人のことで脅迫されたと思っていたものですから、やはりここは怪人の格好で行くべきだろうと思ったんです。はあはあ。衣装のマントが邪魔ですごく動きづらくて、思ったより時間がかかっちゃって大変でした。時間がかかった？一体何のことだ？これは揺さぶろう。時間がかかったというのは？あ、もちろんあれですよ。うん。金庫の扉にマントが引っかかっちゃったんです。ほう。社長の死体を隠した時のことですけど。なんですか？ちょっと待ちなさい。はい。あなたは死体を金庫に隠したのですか？これ言ってなかったっけ？まあ。なんですと？なぜ？一体どうして？どの理由で？どういう意図で？いっぱい聞くね。人がパンツを洗濯機に放り込むのはどんな時だ？何の話しようとしてる？護道さん。はい。答えは一つ。それを脱いだ時だぜ。相変わらず意味がわかりません。死体を隠したのは自分が犯人だからってことですか？分かってるじゃねえか。毎回分かりにくいよ、例え話。分かりにくいね、ほんと。弁護人、もしかして今の被告人の話、あなたは知っていたのですか？知ってたよね。まあ。何ですか？私だけ仲間外れですか？あなた裁判官ですからね。法廷で初めて知るんでいいんですよ、別に。証人、今の発言を証言の尻にでも付け加えなさい。はい。裁判長、露骨に機嫌が悪くなっちまったな。いや、そういうもんやから。もう裁判で初めて知るもんやから、裁判官ってのは。ねえ、慌てて金庫に死体を隠して10分ぐらいかかっちゃいました。また。どうして死体を金庫なんかに隠そうと思ったんですか？だってほら、引き出しには入らないじゃないですか、死体は。まあまあそうなんやけど、
なんで隠すんかっていう話だから。いや、そういうことじゃなくて、僕、死体を見て何が何だか分からなくなっちゃって、死体が見つかったら疑われる、そう思ったんです。隠した方が疑われるよ。もっとシンプルな理由だったんだろうぜ。てめえが犯人だった、だから10分もかけて死体を隠した。確かに分かりやすい理由ですな。って待てよ、10分だって。ほう、どうしたの、なるほどくん。ふと思ったんだけど、あの晩あの状況で普通死体を隠そうとするかな。ほう、しかも10分もかけて、あの状況ね、なるほどくん。優作さんが死体を隠すのが不自然な状況だったのなら、その理由を示す証拠を突きつけてみようよ。突きつける、そうか、法廷記録を見てみるんだ。この辺の優作さんの話昨日聞いたよね。今回も少ないな、優作くんの証言。やっぱり何か隠してるのかな。気の小さい優作くんのことだ。とにかく情報を引き出そうか。変な話が出てこなきゃいいけどな。ぬっと出てきて、いきなり額を殴られたんですクラクラしちゃいました。カメマスクの衣装を着ていなかったら死んでましたよと。気がついたら社長の死体は転がっていたんです。慌てて、ここよね、金庫に死体を隠して10分ぐらいかかっちゃいました。この10分かけるかみたいな、なるほど的に。あの状況で10分かけて隠すかっていう法定記録ね。あの状況関係のもの、万年筆で書かれている、財布落としてる、午前1時に使用されてる、エンブレムは関係ないね。死亡推定時刻は午前1時頃、写真は甘すぎ、非常ブザー、地下の警備室に直通ボタンには一切し、でも待てよ、ブザーが、そうそう、1時2分、社長室にて1回ブザーが鳴らされている。どのぐらい眠ってたのかな天杉くんは。でも1時に犯行があって、でもその時社長は1回ブザー鳴らしてて、何分後ぐらいに目覚めたんだろう。ブザーを押したのは知ってたのかな天杉くん。天杉くんブザーを押すとこ見てたかどうか結構重要じゃない。ブザーを押してたら誰か来るもんな。ブザーを鳴らされている。でも指紋残ってないのよな、誰か拭き取ってんのよなこれな。しかも天杉くんな、元社員やから鳴らされてたらすぐ誰か来るって分かるもんな。まあそうなの、社員じゃなくても分かるか、鳴らされてたら誰か来るもんな。しかもこれ監視カメラあるんじゃなかったっけ社長室に。でも監視カメラうんぬんはないもんな。これかな、これ行ってみるか。ブザー鳴らされてる、そんな状況で10分かかっちゃいました。まあ、一旦行ってみよう。意義あり。この記録を見てください。それは何ですかな。社長室と警備室をつなぐ非常ブザーの記録です。社長室のボタンを押せば警備員が飛んでくる。記録によると午前1時2分、ブザーが1回鳴っています。何ですって。もし天杉優作が社長を殺害した犯人ならば、そうね、犯人ならばという前提で考えたらおかしい。非常ブザーが鳴った瞬間、すぐに逃げるはずなんです。警備員がこちらに向かっているわけですからね。意義あり。
とぼけた坊やのことだ。ビルに警備員がいることを知らなかったんだろうぜ。そんなはずないよね。そうだよ、なるほど。優作君は1年前まで警備警備で隊長を務めていた。警備員のことを知らないはずがありません。意義あり。意義あり。いいね、やり合ってるよ。しかし実際警備員は来なかったんだぜ。それはあくまでの偶然です。警備員がどうしようもなくいい加減なダメ人間で、恋人の新しい彼氏にパンチを食らっていたことなんて言い過ぎ言い過ぎ、知りすぎ知りすぎ。被告人優作君が知っていたはずがない。意義あり。ああ来るよ、コーヒー来るよ。コーヒー来ます。とぼけた坊やのことだ。ああ来なかった、握った。異常ブザーが鳴らされたことに気づかなかったんだろうぜ。意義あり。ブザーはかなりすごい音です。聞き逃すことはありえない。もし優作君に意識があったならばね。なるほどね。意識がなかったからこそ悠長にやってたんだと。意識が、それはどういうことですか。来る、コーヒー来る、コーヒー来る。コーヒー、ほら来た、ほら来たよ。あんたの話聞こうじゃねえか。見えてきたもん、なんかあのピッチャーのあの変化球の癖見抜いたみたいな。うわ、あの癖出た、カーブ来るぞみたいな。嬉しいね。コーヒー予言ができます、僕はもう。すいません、後藤さんもあなたの癖を見抜きました。ね、あんたの話聞こうじゃねえか。被告人の証言を思い出してください。社長室に入った瞬間、彼は何者かに殴られた。本人はクラクラしたと言っていましたが、実際は数分間意識を失っていたのでしょう。意識を、つまり気絶していたのですか。優作君はブザーが鳴ったのを知らなかった。だからこそのんきに死体を金庫に隠したのです。それが何だっていうんだ。優作君は気絶させられて、その間にブザーが鳴った。その事実が物語るのはたった一つ。あの部屋にはもう一人、別の人間がいたのです。そう、天杉優作を殴りつけ非常ブザーを鳴らした人物が、なるほど、そいつが鳴らしたのね。曲かっこいい、曲かっこいい。いい曲だ、いい曲だぜ。もうちょっと聴こうぜ。静粛に、弁護人、それは一体。いやいや、バカな、この坊やが、あの弟子、天杉優作が社長をやっつけたんだよ。じゃあ非常ブザーを鳴らしたのは誰ですか。それは被害者しかいねえ。捜査、坊やに襲われた時社長が自分で押したんだろうぜ。被害者は即死じゃなかった。それぐらいできたはずだぜ。ブス島社長が自らブザーを鳴らした。いかがですか、なるほどくん。ここは何としても真犯人の存在を立証したい。ブザーを鳴らしたのは社長じゃなかった。立証できるか、できると思います。わかりました。決定的な証拠を提示します。以上ブザーを鳴らしたのが被害者でなかった証拠はこれだろう。これが決定的な証拠です。非常ブザーですか。一体どんな手がかりが残っているのですか。何も残っていません。来た。おいおい、開き直る前にその口を閉じ直したらどうだ。何も残っていない。それこそが手がかりなんです。どういうことですか。このボタンには指紋が残っていません。もしブス島社長がこのボタンを押したのならば、当然指紋が残っているはずです。ブオー、ああ吹き出した。びっくりしたよな。指紋はそこの坊やが拭き取ったのさ。
何のために？一体なぜ？警備員が駆けつけてくるかもしれないのに。自分も触っちまったんだよ、そのボタンにな。やり、やり。被告人、優作君は仮面マスクの衣装を着ていた。手袋してるんだ。仮面マスクは手袋をしている。そもそも指紋を拭く必要なんてないじゃないですか。繋がってきたね。静粛に静粛に静粛に。どうやら見えたよ、今もコーヒーの筋一杯食わされたようだぜ。一杯飲んでるよ、コーヒー。しかし、もし現場に真犯人がいたとして、どうして自ら非常ブザーを鳴らしたのでしょうか。うん、そんな危険を犯さずさっさと逃げるべきだったのでは。ああ、うん。なんですか、この嫌な間は。どうやら手品の種も切れたようだぜ。なるほどく、バレてるよ。いや、大丈夫だな。なるほど。とにかく整理して考えてみよう。真犯人は午前1時に武須島社長を殺害した。はい、真犯人ね。その修羅場に優作さんがのこのこやってきたんだよね。おう、で殴られて、優作くんを殴って、そして非常ブザーを鳴らした。そんなことしたらすぐに警備員が来ちゃうのにね。警備員が来る。うん、いいんじゃない、それで。時間切れです。弁護人、あなたの考えを聞きましょう。わかりました。おお、敵ながらいい目してるじゃねえか。真犯人はなぜ非常ブザーを押したのですか。まあ、警備員を読むためでしょう。ボタンを押せば警備員が駆けつけてくる。犯人の目的はまさにそれだったのです。自分で呼んだというのですか、警備員を。まあ、結果的には来なかったんですけど。パンチ食らってたからね、警備員さん。泣かせる犯人じゃねえか。自分の罪を悔い改めて自首しようとしたってわけか。違うんだよね。そうじゃありません。非常ブザーが鳴った時、社長室には3人の人物がいた。被害者の武須島社長、彼はすでに死んでいます。被告人の優作君、彼は殴られて気絶しています。そして3人目が問題の真犯人です。そうなりますね。さて、この状況で真犯人だけが逃げたらどうなるでしょう。部屋の中に残るのは被害者と天杉優作の2人。そんなとこに警備員がやってきたら、誰が見たって僕が犯人じゃないですか。そう、それこそが真犯人の目的だったんです。天杉優作に殺人の罪を着せることこそが。なんで一回飲んでから吐いた。吐く準備して。静粛に静粛に静粛に。どうやら、やっぱりね。見えてた見えてた。また煮えを飲まされたようだぜ。また飲んでるよ、煮えコーヒー。なるほどさ、一体誰なんですか。僕を犯人にしようとしたのは。いや、待てよ。犯人って言えば、僕も一応怪人だし偉そう。なるほどく、犯人って。これからそいつを、ここへ引きずり出してやるんだよ。でも、一体誰なの？はっきりした証拠はないけど、考えてみるしかない。犯人は優作君の正体を知っていた。そしてあの晩、警備に呼び出されていたことも知っていた。奴はそれを利用して
この殺人の計画を立てたのさ。それでは伺います。天杉優作に罪を着せようとした殺人犯とは誰なのですか。まあねえ、動機はわからないけども今のところね。うん、行こう。名探偵欲しいだけ愛が彼しか考えられません。名探偵欲しいだけ愛が、あの怪人仮面マスクですか。ん、裁判長、たった今隣の法廷で裁かれているのは怪人仮面マスクなんかではないのです。彼こそがブス島黒兵衛を殺害した真犯人だったのです。そこまでわかんの。なるほど。なんでそんなとこまで言えるんだよ。静粛に静粛に、弁護人説明を。窃盗罪と殺人罪、罪が重いのはどちらでしょうか。それは比べるまでもなく殺人罪でしょう。殺人罪は現行法では極刑の可能性もありますからな。そうだね。昨日の法廷を思い出してください。ああ、何？欲しいだけ愛華が自白した時、法廷は大喝采の渦でした。うん、名探偵が大盗賊、盛り上がるぜそいつは。殺人者となるより大盗賊として有罪になる。それが欲しいだけ愛華の本当の狙いだったんです。はぁ、なるほど。有罪に。仮面マスクには殺人が起こった時刻の完璧なアリバイがある。仮面マスクにはね、映ってるからね。この通り高菱屋で壺を盗んでいたというアリバイが。はい、そうなんだけどね。そうなんだけど、なんかでも時間がな、分かんないな。時間がついつも合わないけどね。つまり怪人仮面マスクとしての有罪判決こそが欲しいだけ愛華のアリバイ工作だったんです。あー、欲しいだけじゃないってこと。あれ、愛華じゃないの。有罪判決がアリバイですって。なんだって、そんなことあんのかよ。もうそろそろ時間だぜ。何がですか。欲しいだけ愛華の判決さ、難しい裁判じゃねえからな。休廷して判決を食い止めるなら今しかねえぜ。なるほど、それでスピード勝負って言ってたの。とは言っても名探偵の殺人罪を立証できる自信があればの話だがな。欲しいだけ愛華の裁判は日本中の注目を集めています。それを中断させた上、もし殺人罪の立証に失敗すれば、被告に天杉優作に対する判決は揺るぎないものになる。いいのか本当に。ギャンブルでかけていいのは自分の命までだぜ。なるほどさん、僕あなたを信じています。優作君、だからやっちゃってください。やるしかないよ。なるほど。そうは言っても僕の決断で優作君の人生が決まる。僕にそんなことが許されるのか。あ、来た。なるほど君、来たよ。なんだ今のは。うわ、久々ね、これなんか。なんかグッとくるね、やっぱり。迷ってはダメ。なるほどくん。依頼人のために、信じた道を進むの。この声は、千尋さん。裁判長、直ちに休廷を要請します。それが
あんたの答えかい。よろしい。私も腹を決めました。これより20分間、本法廷は中断します。なるほどか。欲しいだけアイガを召喚しなさい。はい。同日午前11時58分、地方裁判所第5法廷。第5法廷だ。ああ、うちだ。ふふふふふふ。いかがですかな、アイガ探偵殿。ふっ。あいや、アウチ検事殿、なかなかやりますな。あいや、アイガ探偵殿、あなたの方こそ。そこまで。あ、知らん裁判官やな。金髪やな、ヒゲも全部。本法廷はこれ以上の審議の必要性を認めません。被告人欲しいだけアイガにたった今判決を言い渡します。他にもいたよね、裁判長。来た、祝った。その判決、ちょっと待っていただきたい。部外者がなんか待ったとか言ってる。裁判に対して、これはこれは弁護士殿、我が法廷ようこそ。何ですか、あなたは。すごい目してるよ。びっくりしてる。僕は弁護士のなるほど隆一です。たった今、その男、欲しいだけアイガを告発します。告発？この怪人仮面マスクをですかな。その人物は怪人なんかじゃない。ただの殺人犯人なんですよ。なんですと。すごい目丸丸丸ってしてる。あ、やばいって顔してるやね、アイガさん。焦ってるやないの。続く、続くか、ここで。うわー、面白い。続けて後半いきます。同日午後12時14分、地方裁判所被告人第4控室。お姉ちゃんが聞こえたような気がしたんだよ、千尋さんの声が。たまになるよね。なるほど、この状態ね。お姉ちゃん生きてるんだね。なるほど、くんの心の中で。霊媒ではないってことなのかな、あれ。そのなんか記憶の千尋さんと話してんのかな。龍一くん、マリカさんだ。あ、マリカさん、本当なの、あの探偵さんが殺人犯人なんて。正直なところ、決定的な証拠はありません。しかし、あいつ以外には考えられないんですよ。でも、あの晩探偵さんは高菱屋にいたんじゃなかったの。それに理由がわからないよ。どうして愛が探偵がブス島社長を。そうなのよね、そこはわかんないよね。あ、そろそろ時間だ、法廷に戻らないと。とにかく決定的な証拠を探しながら一気に攻め落とすしかない。分かってんの、なるほどは。それで言うてくれへんや。同日午後12時21分、地方裁判所第6法廷。帰ってきたよ、こっち側に。それでは審理を再開しましょう。欲しいだけアイガさん、証言台へお願いします。連れてきたんや、こっちに。向こうの裁判どうなってんの今。いやあれ、これはこれは弁護士殿。めえ、まさかあなたほどの方があのような暴挙に出られるとは。判決を下させるわけにはいかなかったんですよ。完璧なアリバイが成立してしまいますからね。怪人仮面マスクという名のアリバイが。失礼、さすがのアイガにも意味がわかりません。何分今朝の10時より今まで隣の法廷にいたものですから、こちらの状況など知るはずもないのですよ。今日はあなたはずっと被告席にいたわけですな。怪人仮面マスクとして裁かれるために。さよう。まっこと世間というのは騙されやすい。怪人たる我が正体を知らず警備を依頼した上、気まぐれに獲物を取り返せば法外な依頼料までいただける始末。我が神々しき指に光るこの赤いダイヤのリングのこと。これもらったって言ってたな。あくまでも怪人仮面マスクは自分だと主張するつもりですか。言うに及ばず。
それでは星だけ愛賀さん、まず伺いましょう。9月12日午前1時、ブス島黒部が殺害されました。その時間、あなたはどこにいましたか？知恵なき者に己の知恵を、無知を恥じる知恵すらなし。許して差し上げましょうぞ、裁判長殿。ああ、どうも。答えろよ。どこにいたか。じゃあ、探偵さんよ。事件当夜のことを話してみな。ああ、話してくれね。聞いてやるぜ。仰せのままに、検事殿。自信満々やないの。事件当夜のアリバイ。我は怪人として予告通りつぼめを盗んでおったのです。つぼめ、準備期間は嫌というほどあった。たやすい仕事でしたな。写真は語る言葉を持たぬ。だがそれゆえ偽らざる証人です。カメラが怪人を捉えた時刻は殺人の発生時刻と一致している。まあね。どうやら問題はこの犯行写真ということですな。今までのことは全てあいつが仕組んだこと。この写真にも必ず秘密があるはずだ。いくら仮面マスクといえどもその身は二つにあらず。ではこれにて失礼。判決を受けねばなりませぬゆえ。また残念ですが、愛が探偵、尋問がまだです。愚者愚者なるゆえを知らずですかな。愚者愚者だって。なるほど、くん、意味分かってんな、舞ちゃんな。それはあいつのアリバイの方だよ。事件当夜のアリバイ。はい。我は怪人として予告通りつぼめを盗んでおったのです。またこの写真がその証拠ですか？いかにも。これね、写真に写っている怪人、仮面をつけていますね。実はそれゆえ仮面マスクなのですよ。しかしそれゆえこの怪人の正体が誰だか分かりません。まあそうなのよ。なんですと？意義ありか。こいつが欲しいだけ愛がじゃねえとでも言うつもりか。まあ誰か分からんからな。全然別人の可能性はあるよな。アリバイを作るため怪人になりすました共犯者。まあ時間的にはそういうことになるか。ほう、面白いですな。めえ、このロンリーウルフの愛がに共犯者がいたと。共犯者か。共犯者じゃないと成立せえへんか。まあ愛がが一時に探偵事務所いて、その間に、まあ、ややこしいような、この仮面マスクに扮したアイガーになりすました別の人物。アイガー以外に、まあ、マスイ君、まあ、マレカさんかキリオかぐらいか。どっちかが共犯者？キリオさん？マレか？曲がったことも卑怯なやつも嫌いもんな、マレカさんな。いやー、この二人のどっちか？二択なの？いや、ちょっと待って。さすがに根拠なさすぎるか。さすがに根拠なさすぎるよな。そうね、ちょっとやめとく。ちょっと一旦やめとく。やり、殺人のあった時間、愛が探偵が KB 警備にいたのならば、この写真の仮面マスクは偽物のはずだ。そうなんだよ。じゃあやっぱり共犯者がいたんだよ。でも今の僕にはそれが誰だかわからないんだ。ああ、それはいいよね。それで僕の今の私にもそれは分からないけどさ、根拠のない意義は相手の思うツボだ。危ねえ危ねえ。
他に道があるかもしれない。じっくり行こう。準備期間は嫌というほどあった。たやすい仕事でしたな。確かあなたがキリオさんから警備の依頼を受けたのは、キリオさん、いやさよ、今から20日以上前のことでしたかな。高菱屋に予告状が届いたのが事件の10日ほど前ですから、あなたは警備を始めた後予告状を出したことになりますね。さよ、せっかく警備の仕事をやっているのですからな、獲物をいただくには絶好のチャンスだったのですよ。まあそうやな。なるほど、悪質ですね、つくづく。さよ、悪質なのですよ。ねえ、なるほどくん、ちょっと変じゃない？まゆいちゃん、なんか気づいた？どうしたの？愛が探偵って名探偵ぶりが自慢なのにさ、自分一人で警備していた高菱屋から獲物を盗まれたら、名探偵どころか言い訳しようがないよ。確かに言われてみればちょっと不自然かな。でも不自然なの、それって。それで捕まることが目的。アリバイとして、まあ不自然っちゃ不自然か。アリバイって仮面マスクとしてアリバイ、でもまあ仮面マスク、自分がな、他の姿で写真写ることはできひんから、不自然なのかな。写真は語ることは持たぬ、だがそれゆえ偽らざる証人です。写真ね、写真というのはもちろんこの証拠写真ですね。さよ、これこそ我が犯行を立証する決定的な証拠ですな。この写真か、結局決定的な証拠。そもそもそれがおかしいんだよな。まるでわざとこの写真を撮影したような言い方ですね。意義あり？自分が仕掛けた防犯カメラの罠に自分が引っかかる。そんな日だってあるさ。さよ、完全犯罪など所詮は見果てぬ夢。人生とはかくも皮肉なもの。ブルーでメロウな、メロウで。とりあえずもう少し情報を集めた方がいいな。情報か。奴が殺人事件の真犯人なら写真には必ず嘘がある。そうなんだ、写真が嘘なんだ。やっぱキャメラが怪人を捉えた時刻は殺人の反発生時刻と一致している。その写真を撮影した防犯カメラのことですけど。やーれ、あなたの考えていることは分かりますぞ。え、大方写真の時刻に細工した、そう考えているのでしょう。何？違うって。それはそれはありえねえぜ。防犯カメラは高菱屋が用意したものだ。さらに写真のデータをプリントしたのも高菱屋が用意したスタッフだ。残念だが写真に細工の余地はねえ。他に怪しい点を探した方がいいか。このアリバイ偽物なの？そうじゃなきゃ警備で社長を殺害できないからね。でもなんで社長殺害が絶対愛がだと思ってるんだろう。なるほどは。でも特に変なところ気がつかないけどな。可能性は2つ。きた、写真の仮面マスクが偽物か、写真自体が偽物か。あー、そっか、写真自体が偽物。あれは怪人として予告、持ってきた。ちょっと待って、写真自体が偽物ということ？共犯者じゃなく写真が偽物。殺されたようだ。
防犯カメラは1回作動している。作動してんのよ。でこれぴったり時間1時頃、まあ1時頃か。このデータちょっと詳細見せてよ。これが落ちてた。なんかあんのかな、これも。ブス島、非常ブザー、ブス島。人目にペンキ、箱落とし、ペンキをこぼした。そうなのよね。あ、ん？お？お？つけるのか。あれ？ちょっと待って。頭からもう一回。え？突きつけるのか。揺さぶるのか。まだ。もう一回ちょっと頭から揺さぶる。この写真がその証拠ですか？いかにも。写真に写っている怪人仮面をつけてますねと。実はそれゆえ仮面マスクなんです。しかしそれゆえこの怪人の正体は誰だか分かりません。まあそうなんやけど、共犯者パターンじゃないってことか。ほう、面白いですな、この論理。共犯者、いや、キリオじゃないよな。そうね、写真は偽物、誰だか分かんないんだよね。そうなんだよ。ちょっと待って。準備期間は嫌というほどあったたやすい仕事でしたなと。確かあなたが桐生さんから依頼を受けたのは、そう、20日前でしょ。20日以上前か。で、予告状届いたのが10日ほど前でしょ。警備を始めた後、予告状を出したことになります。まあね、獲物をいただくには絶好のチャンスだった。まあそれはそうだと思うのよ。悪質なのですよと。変じゃないっていうのもここでね。愛が探偵、名探偵ぶりが自慢なのにさ、高飛車から獲物を盗まれたら名探偵どころか言い訳しようがないよと。確かに言われてみればちょっと不自然かなと。写真は語ることはもう偽らざる証人。この辺か。写真関係、写真というのはもちろんこの証拠写真ですよね。一緒か。いや、これこそ我が犯行を立証する決定的な証拠ですな。決定的な証拠？もうあんたにも分かってるはずだぜ。防犯カメラは高飛車が用意したゆえに、写真に細工の余地はなし。共犯者がいない限り殺害は不可能ではないですかな。お、事件当夜の状況をよく考えるんだ。あの晩の地下倉庫とそれを写したというこの写真。ああ、そうね、あの晩の地下倉庫と写したというこの写真。ああ、やっぱそうだ。そもそも不自然な点が存在しないだろうか。あの晩よね、あの晩よね。なんかごっちゃになってるな、この辺が。この写真が偽物だと。少なくとも不自然な点があるのは事実です。あの晩僕たちは事件が起こる前に地下倉庫を見ました。その時の記憶と食い違う奇妙な点がこの写真にあります。それでは弁護人の考えを伺いましょう。この写真、現場の状況のどこが違うか。そうやったはず。順番が分からなくなっちゃってるけど、ここ、まあこれもちょっと気になるけど、これもちょっと気になるんやけど、大きいところではこっちかな。くらえ、どう？現場の不自然な点、それはここです。これはなんと。結婚ではないですか。結婚ではないです。結婚ではないんです。事件は俄然血生臭くなってきましたな。そのシミはピンクのペンキです。
なんだ、ただのペイントですか。しかも桃色の。露骨にがっかりされた。問題は写真に写っているペンキではないのです。あの晩の地下倉庫の状況を考えたら、本来写っているべきあるものが存在していない。よし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 、それでは伺いましょう。このペイントの代わりに何が写っているべきだというのですか。くらえ。クラインの里秘宝店の責任者はこう言っています。ちょうどあの日のお昼頃のことだったんです。山奥の霊場からあの黄金像が倉庫に届いたのは、あの黄金像、ペンキの跡を隠すのにちょうどいい大きさでした。だから私あの場所へ置いておいたんです。そうやったよね。そうよね。事件があった時はそういう状態やったよね。僕は実際盗難が起こる前の倉庫で黄金像を目撃しています。あの晩倉庫の写真を撮れば黄金像が写っているはずなんです。いきなり来た。しかし事件の翌日、俺が現場に行った時にはあのばあさんの像は写真の隅で小さくなってたぜ。ばあさんと認識してんの。何かの弾みで動いてしまったのでしょうか。黄金像は裁判長よりもやや大きな代物です。理由もなく動くはずがない。それならあんたは立証できるっていうのかい。誰が何のためにあの晩黄金像を動かしたのか。立証できるっていうの。なるほど君。像を動かした人物の正体はともかく、問題はなぜ動かしたか、その理由だな。いや、わかんないね。それでは伺いましょう。事件当夜黄金像を動かした人物は誰だったんですか。まあ、桐生さんがあそこに持ってきて、でこのこれをね使ってるよね、七支刀ね。で曲がってんのよ実際。でこれをなんか最初持ってたのにね、なんか使った。まずは、まあ、愛がなんでしょうね。像を動かしたのは愛が探偵、もちろんあなたしかいない。あいや弁護士殿、また妙にして、珍にして妙なることを。弁護人、その珍にして妙なる自信の根拠は何ですか。簡単なことです。あの晩地下倉庫にいたのはこの証人だけでしたからね。確かにシムプルですな。シムプル。シンプルなのほど言ってる。がしかしめえ、なぜこの我が重い黄金像を動かさねばならぬのですかな。黄金像を動かした理由、ここからが勝負だな。これわかんないマジで。いかがですか弁護人。うわー、わかんないって。どんな理由があってこの証人が黄金像を動かしたのですか。その理由はおそらくこの写真にあります。ん、写真にある。愛が探偵、あなたが仮面マスクになりすましたのはあの晩高菱屋にいたというアリバイを作るためだった。この写真の中には一つだけ大きな嘘がある。もし黄金像が写っていたらその嘘が成立しなくなる。黄金像が写っていたらその嘘が成立しなくなる。だからこそあなたは像を動かしたのです。像が写っていたら写真の中に嘘。面白い。ぜひ教えてほしいもんだぜ。一体この写真のどこに嘘があるというのか。黄金像が写っていたら
黄金像が写っていたとしたら、この写真の中に嘘がある？黄金像が写っていたとしたら困ること、エンブレムの話なのか、ペンキの話なのか、七支刀の話なのか、そのあたりか。なんか七支刀が写ってたら、その曲がってないからまだ嘘になるって話かと思ったら、この写真の中嘘。ペンキ、黄金像が写っていたら嘘になる。箱は綺麗すぎるっていうとこ。行ってみる。箱で行ってみる。こっち映って、これがペンキがあって、エンブレムがあって、箱がある。箱で行ってみようかな。くらえ。嘘はこの怪人仮面マスクです。そうです、怪人仮面マスクです。なんとこの怪人が偽物だというのですか。そうです、それが言いたかったです、裁判長。その通り。あんた、自分で言ったことに責任を持ってほしいな。はい、今の問題は黄金像が動かされた理由だぜ。その理由と怪人の正体、何の関係があるんだ。しまった。今のしまったと言いたげな顔にペナルティを与えます。やばい。もう一度聞くぜ。なるほど、一体この写真のどこに嘘があるっていうんだい。だから、黄金像が写っていたら、まあ時間か、それか時間というか、時間というか日付が違う時間。でも細工的に言ってたけどな、これはこの時間ではあるけど別の日のこの時間っていうことを思ってるんですけど、それで生かしてくれます。この辺のものとか場所じゃなくて、これでどうですか、どうですか。もちろん、この写真の嘘はこの撮影時刻です。どういうことですか。弁護側の主張はただ一つ、欲しいだけ愛川はあの晩 KBKB でブス島社長を殺害した。そうなれば当然、事件当夜この時刻、証人が高菱屋にいたはずがない。それは分かってるんだけど、なんで時間が嘘なんだ。しかし、それと黄金像が動かされた理由は。裁判長、思い出してください。この像がいつ倉庫の扉の横に置かれたのか。それは黄金像は事件の当日、あの地下倉庫に運び込まれた。そしてペンキの跡を隠すためあそこに置かれた。その通り、愛が探偵は被害者を殺害する時刻をあらかじめ決めていた。そしてその時間のアリバイを作るために、事件の起こる何日も前にこの写真を撮影しておいたんです。そうだよね。なんだと。当然黄金像はまだ地下倉庫に運び込まれていません。そうです、それが言いたかったんです。あ、そして事件当日、
アイガ探偵はかなり焦ったはずです。いらんもん置いてあるなと。あってはならない場所にあってはならないものが運び込まれてしまったのですから。そうだね、そうだね、それは動かすわね。だからこそ愛が探偵は事件当夜、像を動かさなければならなかった。あらかじめ撮影しておいたこの写真に合わせるために。くほー、静粛に静粛に。愛がさん、そうなのですか。またねよ、ご老人。これをお忘れですかな。それはしかそこのコンピューター、そのデータでござる。これによると事件当夜キャメラは作動しておりますぞ。意義あり。確かに防犯キャメラは高菱が用意したものでした。引っ張られてる言い方、防犯キャメラ言うてる。なるほどまで。しかしそのデータを管理したプログラムはあなたのものだ。そこには細工の余地があったはずです。あ、あいや、なになに、細工できたっていうこと。静粛に静粛に、護道賢治、これは一体何杯目かわかんないぜ。ほら、コーヒーを飲まない。今さらかい。ずっと飲んでた、ずっと怒って。11杯目。俺は裁判中のコーヒーは17杯までと決めている。だいぶ飲んだね。まだ6杯、余裕があるぜ。何の数字やねん17って。しかし弁護側の主張には確かに一理ありますよ。一理だ、それぐらい。何だってんだ。俺たちは万里の道を行く旅人なんだぜ。一里と万里って単位が違うんだけど。そうやで、一の理屈があるっていうのと、その名、そのね、距離の理を言ってるわけじゃないから。この写真は前もって撮影されていた。そして写真に合わせるために黄金像は動かされた。なかなか面白いぜ。ただ一つだけ笑えねえ点がある。おかわりですか、護道賢治。それはシャーン、お借りしました。ただの可能性だってことさ。かもしれないに縛られちまった男は、うわでっかい夢追えねえぜ。確かに確かに言わないわ。あれ納得すんねん、そこで。いやいや、そこで納得しないでください。おい怪人さんよ。あ、いや、仮面マスクとしてのあんたの行動、それに矛盾がなければ何も問題はねえさ。話してみな。それでは証言をしていただきましょう。クラインの壺の窃盗計画について。あらあらあら、そんな話になってきた。クラインの壺窃盗計画。アイガが高菱屋より警備の依頼を受けたのは今から20日ほど前。壺は箱に入れられ、ズバーリ地下倉庫に管理されておりました。だから犯行当日まで実物を見ることはできませんでしたが、貴重な秘宝と聞いていたので10日ほど前、予告状をポストに。安全な犯行に備えて警備はアイガ一人で行ったのです。そして12日午前1時、我は初めて壺を手にした。なんか聞いたことがある情報が多いね。多分そうじゃないところに手がかりがあるんじゃないかな。証人、今度こそ間違いはありませんな。ズバーリ。何や、ズバーリ。それでは尋問をお願いします。はい、クラインの壺窃盗計画尋問だ。アイガが高菱より警備の依頼を受けたのは今から20日ほど前。 OK、 なった、いこう。依頼したのは神谷桐夫さんですね。さよ、我が
ずば抜けた評判を聞きつけたようです。我がずば抜けたね。キリオさん、相変わらず変な男に引っかかるな。迷いちゃんも気をつけるんだぞ。なんで壺は箱に入れられ、ズバーリ地下倉庫に管理されておりました。この箱ですか？そう、その粗末な箱です。キリオ女はかなりその壺を大事にしていて、この愛がすら地下倉庫内に立ち入ることを許さなかった。それは初めて聞くな。そうだね。だから犯行当日まで実物を見ることはできませんでしたが、壺を見たことがない。間違いありませんか？さよ、キリオ城に聞いてみればよい。我が警備はあの地下倉庫への入り口に集中していたのです。ただしこの愛が情報だけは見逃さず、聞き逃さず、貴重な秘宝と聞いていたので、10日ほど前予告状ポストに、この予告状ですね。さあ、あれ我が愛しご予告状に間違いないですな。やっぱりこれ優作くんが作ったんじゃなかったのかな。愛が探偵、エンブレムのことはもちろん知っていた。予告状を作るのは簡単だっただろうな。そうだね。安全な犯行に備えて警備は愛が一人で行ったのです。では地下倉庫には誰も入らなかったんですか？残念ですが、秘宝が次々に運び込まれてきたゆえ、事件当日を遡る5日ほどの間はひっきりなしに人が出入りしておりましたな。そして12日午前1時、我は初めて壺を手にした。その時の写真がこれというわけですか？はいはいはい。さよ、たとえ写真を撮られようと、我に不利になるとは思わなかったのですよ。ねえ、なるほどくん、この写真が偽物なら、愛が探偵この時に壺を盗んだのかもしれないね。そういうことになる。確かにな。あいつ事件当夜に初めて壺を見たって言ってるから、そこに矛盾があれば一発なんだけどな。もっとよく見てみるか、法廷記録。ちょっと少ないね、情報。用心してるんだろうね、あの探偵も。この尋問で証明するのはただ一つ、アイラは事件当夜よりずっと前にこの写真を撮った。ずっと前にこの写真を撮った。そのためにはどうすればいいのかな。愛が探偵、さっきからしきりに主張してるよね、犯行当日まで壺を見たことがないって。それが嘘だって立証できればいいんだけどね。ちょっと待って、壺は箱に入れられ、ズバーリ地下倉庫に管理されておりました。そうだよね。だから犯行当日まで実物を見ることはできませんでしたが、貴重な秘宝と予告状ポスト、1まで、ポスト予告状を見てみようか。じゃあ、出展される価値ある美術品をいただきに参上いたします。まだらの壺にはくれぐれもお用心を。まだらの壺ね。まだらの壺、壺なくなってる、職人から。あった。2週間前キリオが割って修理した。2週間前だ。まだら、まだらの壺、まだら模様ってこと。まだら模様ってこと。以来箱にしまわり、一目に触れず。なるほど。10日ほど前ポストにしたよね。一人で行った。12日、初めて壺転写、やっぱここだよね。初めて、ちょっと
もう一回揺さ出してごめん。その時の写真がこれというわけですか。突きつけかな。さあよ、たとえ写真を撮られようと我に不利になるとは思わなかったんですよ。ねえ、なんだってこの写真が偽物なの。相方ってこの時に壺を盗んだ。うん、確かになと。事件トイレに始め、ああちょっと待って、あっちかな、あっちだな。予告状を出した方か。そうだね、予告状を出したところで突きつけてみようかな。うん、10日ほど前予告状ポストにでしょ。突きつけてみる。予告状ポストに、ちょっとここに揺さぶらして、変化ない。この予告状ですね。さあ、あれ我が愛しご予告状に間違いないですな。優作君作ったんじゃないんだよね。予告状作るのは簡単だった。ちょっともう行くか。予告状をポストに入れて、どっちだろう。でもエンブレムのジョバを送ればまあいいんだよ。マダラの壺、マダラの壺、マダラの壺、これをマダラと言いますかと。いきなりこれいける？いってみる？よいしょ。違うっぽい。どうと言われても明らかにその矛盾してると思うんですけど。いいよ、却下します。ちょっと待って、ちょっと待って、合ってるはずなの。考え方合ってるはず。そうそう、やり方です。箱に入れられ、箱に入れられ、地下倉庫に管理されてきた。箱に入れられ、管理されていた。マダラの壺、箱に入れられて管理されてた。マダラの壺、箱に入れられて管理されてたから、ここで行ってみよう。ここに行ってみよう。ほら、愛がさ、もしあなたが怪人仮面マスクならば、この予告状も書いた間違いありませんね。至極当然でしょうな。その予告状、何か問題でもあるのかい？予告状をよく読むとこう書いてあります。マダラの壺にはご用心よ。マダラというのはもちろんこのピンクの模様を指すのでしょう。それはそうでしょうが、何か問題でも？仮面マスクがこの模様を知っていたはずがないんですよ。どういうことですかな。この壺のまだら模様は実はペンキのシミなのです。ペイントの？そしてそのシミがついたのは高菱屋百貨店に運び込まれた後のことでした。うむ、ああ笑えねえジョークだぜ。クラインの壺が地下倉庫に搬入された日、そうだね、ある人物の不注意で壺は割れてしまった。そのピンクのペンキはその時に付着したものなのです。バカな。しかしこの予告状にははっきり模様のことが書いてある。つまり愛が探偵は事件発生より以前にこの壺を見ていた。
そう、この偽写真をでっち上げた時に、ブホー、そしてこの写真が偽物だった以上、あなたの事件当夜のアリバイはなくなってしまうのです。ブホー、なんて言った、読めへんかったけど、ちゃんと、証人、何か言うことは、めよし、これで解決だって言ったら解決せへんねんで、なるほど。ほんまにこいつは。なるほどくん、まだ早いみたいだよ、ガッツポーズ。え、来たよ、コーヒー何杯目。どいつもこいつも信念ってやつがね、信念ですか。昨日満場一致でこいつを怪人だと決めつけたばかりだぜ。それを今日は殺人者呼ばわり、浮気が過ぎるんじゃねえか。確かに。いやいや、そこで納得しないでください。教えだけ愛ががブス島黒部を殺害した。じゃあ聞こうじゃねえか、一体その理由は何だ。まことその通りですな。動機ですよ、動機。ムービングマシーンや。そんな訳し方しないよ。英語でムービングマシーンやない、動機。何か知りはせえへんけど、正しい英単語知らんけど、ムービングマシーンではないわ。なるほどくん、なんか元気を取り戻してるよ。偽のアリバイを用意してその罪を甘すぎ優作に着せた。そこまでの計画犯罪ならば確かに強い動機が必要です。動機はな、必須じゃないけどな。そいつを持ち合わせていたのは被告に甘すぎ優作の方だぜ。そうだよな、探偵さんよ。さよ、名探偵の調査によってもその若者の動機は明白。動機のないところに今回の殺人事件は起こり得なかった。動機についてあなたの知っていることを証言するように。かたじけないご老人、なんとしても疑いの目を優作君に向けるつもりか。こっちも情報が足りない、チャンスかもしれないな。もう一歩だね、もう一歩欲しいだけど、なんか殺人のもうちょっとな、直接的な証拠について話したいんやけどな、本当は。この愛が殺害被害者との接点は全くありませぬぞ。どうやって殺害されたのかがすごい重要やけどな。ブス島氏は怪人を調べていて、その正体を取り違えたのです。脅迫状はブス島氏が書いたもので、甘すぎ優作に当てられたもの。被害者は以前甘すぎ優作に裏切られた恨みがあったのです。ただめ、被告人自身も自分を仮面マスクだと思い込んでいた。だから彼はブス島氏を殺害した。まさに悲劇ですな。そんなバカな。被害者のブス島氏が被告人を脅迫していた。こいつが奴の部屋から発見された脅迫状だ。筆跡鑑定の結果、ブス島本人が書いたものと確認されたぜ。あらま、そうなのか。ブス島本人が書いたもの、脅迫状のデータを書き直したか。それではなるほどくん、尋問をお願いします。ちょっと待って、もう一回見ときましょう。貴様の正体は世間に協力されて500万用意しろ。社長室で待って、金がなければ先日。なるほど。ブス島殺害の動機、この愛が被害者との接点は全くありませんぞ。また誰がそれを証明してくれるんですか。俺たちだぜ。ムス島黒部、
および KBKB と星だけ愛がの間には何の接点も発見できなかった。捜査本部の公式報告だぜ。探偵と警備会社ですから仕事上のつながりなどはねえ一蹴されました。さよ、動機があるのは被告人の方なのですよ。薄島氏は怪人を調べていて、その正体を取り違えたのです。もう怪人という意味では接点あるけどな。また取り違えていた、履き違えていたと言ってもよろしい。いやいやいや、そういうことじゃありません。一体誰と取り違えていたというのですか。考えるまでもありますまい。甘すぎ優作です。嫌味なほどに自信たっぷりだな。さらに揺さぶってみよう。被害者はどうして優作くんが怪人だと思ったのでしょう。あなたも分かっているはずではないですかな。ズバーリ、このニュースペーパーですよ。おー、これがエマノンの涙ですか。美しい宝石ですな。写真には美しい探偵も写っておりますな、ご老人。そして醜い警備員、被告人の姿が。被告人。この記事を読んだ被害者はズバーリ勘違いしたというわけなのですよ。怪人の正体はこの醜い警備員だと。なるほどね。珍しく普通の推理だったね。脅迫状は薄島氏が書いたもので、甘すぎ優作に当てられたもの。待った、この脅迫状ですか。500万円を用意しろと書かれていますな。筆跡は間違いなく被害者のものなんですが。間違いねえぜ、感知機科の報告だからな。しかしこの脅迫状、宛名が書いてありませんな。宛名が。こいつは甘すぎ優作の部屋から発見された。そして実際指定の日時、甘すぎは取引場所に現れている。宛名なんか関係ねえぜ。本当にそうなんだろうか。どうしたの、なるほど君。ふと思ったんだよ、あの脅迫状が優作君に宛てたものじゃなかったら。そんな証拠があるの。この脅迫状、どこか不自然なところがある。どうもそんな気がするんだよな。よろしいですかな、皆々様方。被害者は以前甘すぎ優作に裏切られた恨みがあったのです。それはどういう意味ですか。あなたも分かっているはずではないですかな。ズバーリ、警備警備っていろんな会社のセキュリティの情報が集まるし、僕一応警備チームの隊長だったから、社長からデータを盗んじゃったんです。ブス島社長は甘すぎ優作を許していなかった。だから怪人として罪を重ねるのを知りながら脅迫を。ここに KBKB の社長室から発見されたファイルがある。脅迫によって金を受け取っていた証拠だぜ。しかし変ではないですか。被告人はなぜ黙ってお金を払ったのでしょう。自分が怪人でもないのに。そこにはやや不幸な巡り合わせがあったのですよ。ついつまうか。ただ被告人自身も自分を仮面マスクだと思い込んでいた。ちょっと待って、あのファイルもう一回ちょっと見させて。エマノンの涙、ボンゴラの王冠、悪魔の左、無人なの不思議。そう、本当はもっと高いやつを見てたよね。思い込んでいた。本気でそんな主張が通ると思ってるんですか。何もこれは我が推理というわけではないのですよ。どういうことですか。午後に甘すぎ優作の妻、甘すぎマレカの調書がある。あら、こんなあった。調書取ってた。
優作くん、自分を怪人だと思い込んでいるの。かわいそうでしょ。許してあげてよ。くっ、どうだ、なるほど。ぎゅ、彼女のモノマネか今の。思ったより似てたね。似てたの？読み方間違えたじゃん。だから彼はブス島氏を殺害した。まさに悲劇ですな。しかしそれはあなたの想像に過ぎない。やーれ弁護士殿、想像違いますぞ。これは推理なのです。綿密なロジックの集合体。その推理とやらを聞かせていただけますかな。話すと長くなるのでまたの機会に。じゃあいいです。話すと長いことって実は意外とそうでもないんだよな。実際に話してみると、ブス島社長と愛賀探偵を強引に結びつけるんだよね。そうだね。できれば強引じゃなく。そうなるとやっぱり話題は脅迫だよね。確かにね。脅迫状、本当に優作に当てられたものなのかな。情報が足りなかったらとりあえずガクガク揺さぶってみようよ。そしてガツンと叩きつけてやるんだ、矛盾を。まあそういう意味ではここよね。もう一回揺さぶらして。この脅迫状ですか。500万円を用意しろと書かれていますな。筆跡は間違いなく被害者のものなんですか。間違いねえぜ。鑑識課の報告だからな。しかしこの脅迫状、宛名が書いてありますよな。そうなんですよ。宛名が書いてなくてこんな感じの文章なんですよね。はい、こいつは天杉優作の部屋から発見された。実際取引に現れていると。宛名なんか関係ねえぞ。本当にそうなんだろうか。ふと思ったんだよ。あの脅迫状が優作にあったものじゃなかったら、こんな証拠があるの、不自然なところがあるんだよ。それは分かってるんですけども、よろしいですかな、皆々様方。突きつけるしかないじゃん。突きつけます。突きつけてみます。怖いな。突きつけでいけるか。いくか。よいしょ。ちょっといいですか、愛賀探偵。ちょっとならば問題ないでしょ。この脅迫状、天杉優作に当てられたものと考えると、一つ大きな矛盾が生まれるんですよ。矛盾か。存在自体が矛盾みたいだ。あんたがよく言うぜ。どっちがだ。こういう時男は拳で語るもんだ。見せてもらおうじゃねえか、あんたの拳を。では提示してもらいましょう。脅迫状の内容と矛盾する拳、証拠品よ。証拠品？証拠品なの？証拠品ですか。脅迫状の内容と矛盾する証拠品ね。500万円よ。しょ、お前が手に入れた赤ダイヤを処分することだ。これかな。これかな。行ってみよう。そんなホロホロなパンチ俺には届かねえぜ。そういう場合はホロホロではなくヘロヘロ。弁護人、人の上げ足を取る前にもっときちんと考えなさい。ちょやばい。聞くな裁判長の拳は。脅迫状の文面はもう一度。じゃあ分かってんね。分かってるけど、分かってんのよ。ちょっと待って、次ここからやんか。また待って。
ちょっと待って。分かってんのや、まゆちゃん。ちょっと任せよ。取り違えたね。はい。OK です。そして、突きつけます。はいはいはい。はいはい。大きな矛盾が生まれるんですよ。矛盾が。存在自体が矛盾みたいな、なんてよく言うぜ。どちらだ。オッケー。俺の拳を見せさせてくれ。なるほど、見せたれ、拳を。拳や。ちょっと待って。言いたいことはあるんですが、これではないと。ここに入ってへんやないかと言いたいかったけれども、ブザー、新聞記事。こっちかこっちで行ってみるか。どうですか。この新聞記事をよく見てください。エマノンの涙、盗まれた宝石の写真があります。それがどうかしましたか。そういうことね。問題はこの宝石の色です。色苦手な話題だぜ。そんなんつけてるからやろ。全部赤色に見えてんやろどうせ。だから分からんかったんや今まで。全部赤色に見えてんやなあ。あの受験生の赤マークシートのやつみたいなんやって。赤ペンに書いてあるやん。全部読めへんやろ。記事によれば盗まれた宝石の色は青です。しかし脅迫状にはこう書かれている。先日手に入れた赤ダイヤを処分することだ。あ、赤。つまり脅迫状に書かれた赤ダイヤとは仮面マスクの盗み出したエマノンの涙ではなかった。分かってるよ。意義ありきた。じゃあ何か。なるほど。この脅迫状は別の人間に当てて書かれた。あんた、そういうつもりなのか。言うつもりなのですか。言うつもりなの。なるほどく。なんでまゆちゃんも怒ってんの。その通り。ブス島社長が脅迫していたのはこの人物だったのです。くらえ。もちろんあなたですよ、愛が探偵。何か根拠でもあるのですかな。あなたは仮面マスクの事件には全て関わっている。そして前回の事件では獲物を取り戻しました。そしてその際あなたはお礼として宝石を受け取ったそうですね。宝石だと。なんかチカチカしてる目のやつ。おそらくその指にぶら下がっている赤いダイヤのリングのことだ。脅迫状に書かれていたのはその宝石のことだった。ブス島黒部に脅迫されていたのはあなただったのです。ギアー。静粛に。来たよ。どうやら老いたが過ぎたみたいだな、弁護士さんよ。妙な迫力を感じるぞ。ブス島黒部が欲しいだけアイゲを脅迫していた。あんた本気で言ってるのか。そうです。なるほどく。もっと胸張って。じゃあ答えてもらうぜ。脅迫状のことだ。こいつにはこんなことが書いてある。貴様の正体を公表されたくなければと書いてありますな。確かにブス島は欲しいだけアイガの正体を公表しようとした。公表されては困る正体、そいつは一体何だ。アイガはその脅迫を恐れてブス島社長の口を塞いだ。そこまでして守りたかったアイガの正体とは。
ここが勝負どころだね、なるほどくん。やばいよ、ちょっと絶対ミスれない、絶対ミスれない。へえ、欲しいだけ愛華が殺人までして守りたかった正体とは。正体は名探偵、違う、正体は仮面マスクじゃないね。惜しいだけ愛華は脅迫者だったのです。やり、おいおい、あんたこう言ってたはずだ。被害者のブス島が脅迫していたのはこの欲しいだけ愛華だと。脅迫されていた愛華がさらに誰かを脅迫していたってのが、さすがにちょっと変じゃないかな。変じゃないよ、それしか考えられないんだ。ブス島黒部は欲しいだけ愛華を脅迫していました。しかし天杉優作もまた誰かに脅迫されていたのです。最初の脅迫状が届いたのは、ええ、エマノンの涙の事件から数日経った頃でしたね。そうだね、それからです。僕のところに計画書が届くようになったのは、誰か親切な人が生かした大作戦を考えてくれてるんです。生かした大作戦、するとやはり怪人の正体は天杉優作だったと。それが弁護側の主張です。計画を立て、自分は手を汚さず獲物だけ取り上げる。愛華探偵、これがあなたのやったことなのです。なんだって、し、黙ってねえ。けっ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 け、どうやら見えたようですな。なんですか。あなたは小学校の頃通信簿でよくこう書かれた、そそっかしく早とちりが多い。違いますかな。違うよな。なるほどな。どうしてそれ合ってんのかい。合ってはいるんかい。この愛華が天杉優作を脅迫していたですと、ならば当然彼と仮面マスクの関係を我は知っていたことに。それは確かにそうなります。天杉優作のもとには2回目の犯行から計画書が届いた。つまり1回目の犯行の際、我は怪盗の正体を知った。確かにそうでなければ脅迫できませんからな。何杯目ですか。それなら熱くて苦い証拠を見せてもらおうか。1回目の事件で愛華がなぜ天杉を仮面マスクと見抜けたか。なぜ見抜けたか。一緒、一緒、最後、勇士。この格好から分かった。まあまあ甘すぎや、普段全く同じ格好してるってのもあれやけどな。エンブレム、新聞。まあこの時に会ってはいるよね、この二人は犯行現場でね。で、甘すぎやうまく騙したつもりやったけどみたいなこと。うわ、正確には分かんないね、これ。2回目以降の犯行は脅迫状の計画通りに実行したよね。それはそうだ。2回目以降は実行した。なぜ天杉を仮面マスクと見抜けたか。ちょっと待って、ここで見てたことになるのかね。エマノンの涙を盗んだこの警備員、ここで見抜いたのか。ここしかなくない。でも接点のなんかきっかけになるのって、脅迫状はその事後的なもんやし、こ
の勇士かな、別に。いえ、これこれなの、接点がないよな、他に。ないか、ポスター。行くか、行っちゃうか。またこれ、これ2回連続行く、行くか、もう。えい、どうやら見えましたよ。何がですかな、大丈夫、大丈夫。小学校の頃、あなたは通信簿でよくこう書かれた。うわ、アンサーしてるやん。悪あがきするが効果は薄い、違いますか？どうしてそれ、そんなこと小学校の先生書く？悪あがきするが効果は薄いってすごいひどいこと書いてるよ、通信簿に。先ほどの新聞記事です。愛が探偵と警備員の格好をした甘すぎ優作、仮面マスクは袋小路に消えたわけではなかった。衣装を脱いでポリバケツに隠しただけだったんです。なんという人をバカにした話でしょう。これでは名探偵どころか子供すら騙せません。アイガさん、あなたはこの時知ったんです。仮面マスクはこの頼りなくもズーズーしい甘すぎ優作だ。なんだよあいつ、怪人じゃなかったのか。それどころか名探偵ですらなかったみたいだぜ。やはりね、薄汚い脅迫者だったなんて卑怯だぜ。メタ手面しやがってさ。いっぱい喋るやん、君。みんな。貴様、言わせておけば調子に乗りおって。我は、脅迫者などではない。あ、ちょっと、俺はって言っちゃってる。誇り高き名探偵であり、そして、カイトなのだ。なぜそれがわからない。あなたは誇り高くも怪盗でもまして名探偵でもない、脅迫者にして殺人犯人、それがあなたの正体なのです。軍にしてて我らの時代でバリゾーが無罪、阿弥教官の時代で大体満身創痍美人なんとか、さあれ我を下げすむがいいメンター、殺人者脅迫者民主主義で我らが笑い飛ばしていただきたい。どうやら今度こそ答えが出たようですな。あれ読める人いる？すごい早口で喋ったってこと？すごい迫力だったね、愛賀探偵。係官、欲しいだけ愛賀の留置の用意を。意義あり、まだ行く？まだ行ける？ああ、コーヒーね。今も手出してたな。うん、ごくごくごくと。早すぎる木槌。かっこつかねえぜ、誤動タイム入りました。どういうことですか？私はすでに判決の用意を。空気を一変させるね、行動が。やっぱり一つだけ言っておく、裁くのはこの俺だぜ。違うぜ、裁判官だぜ。衝撃的な宣言が飛び出したよ。今一つ爪が甘かったようだぜ、丸ほど。なんだと。確かにあんたはいろんなことを立証したさ。欲しいだけ愛がは最低の脅迫者だったこと、事件当夜高菱屋の倉庫には、地下倉庫にはいなかったこと。そうです、だからこそ毒島社長。だが一つだけ立証していないことがある。それは一体？倉庫にいなかったからといって殺人現場にいたとは限らねえ。それは本当にそう。この最低野郎が事件当時 KB 警備の社長室にいたこと、さらに殺人したことを立証してほしいけどな。そいつが立証されない限り判決は下せねえはずだぜ。なんですって、まあ、そもそも殺人罪で起訴されてないけど、その点大丈夫かな。検察官が訴追してないけど大丈夫かな、その点は。手続き的にすごい気になってますけど、実はね、勝手に弁護士が連れてきてこいつ犯人ですって言ったからって有罪にならへんもんね。
検察官ちゃんとね起訴して、ね、立証しないとね。静粛に静粛に、いかがですか弁護人。今度こそ最後のポイントだ。事件当時愛賀が KBKB の社長室にいたことで、でもそんなこと立証できるの。そこまで黙るほど答えを聞かせてもらうぜ。あの晩愛賀探偵は KBKB にいた。弁護側はこのさ、立証するのかできないのかの選択が一番嫌なのよな。難しいのよこれが。このできないパターンあるからな。愛賀が KBKB にいた証拠、 KBKB にいた証拠、愛賀がいた証拠、指紋は残ってない。死因は頭部殴打により内出血だけでしょ。塩分でしょ。優作の財布より発見でしょ。優作の財布があった時でしょ KBKB に。KBKB に優作がいたことは立証されました。愛賀に関する証拠、ブザー鳴らされてるけど別に映像もない、テーブルで発見したのはこれだけ。ちょっと落ち着け、慎重に行けよ。地下の警備室に直通、ボタンは一切指紋は残っていない。うん、写真関係だね。死亡推定時刻は1時、衣装愛人カメマスク、財布より発見、使用されている、これはでも実際優作が使ってる、これ優作の財布ないか、ないのか、ないでいいんだな、本当か、ないようだね。どうやら情け情け情け。でもどう進むの、立証不可能だとして。うわー、立証不可能、立証はできません。やはり無理ですか。何か大丈夫か、弁護士は。しかしさらに愛が探偵の証言を聞けば。ちょ待って待って、残念ながらここまで黙るほど、立証できんの、どういうことですか。これ以上の証言は俺が許さねえ、そういうことだ。何ですって、忘れたのか。欲しいだけ愛賀は今裁判を中断してここへ来ている。あんたは殺人罪の立証に失敗したのさ。弁護士が殺人罪の立証をしてるのもどういうことなんかよくわからないけどね。この証人にはそろそろ自分の法廷に戻ってもらうぜ。怪人仮面マスクとしての有罪判決を受けるために。そんな、やれ弁護士殿、やはり最後は愛が勝つのですよ。勘の話してる。心配ないからねと。我こそは名探偵にして怪人、判決がそれを裏付けるでしょう。そして甘すぎ優作こそ真犯人である。名探偵としてこの我が断言いたしましょうぞ。静粛に静粛に、この証人の審理はここまで。なんてこった、これじゃ優作くんは諦めちゃダメだよ。なるほどくん、まだ明日があるじゃない。もう一度証拠を探して。それじゃもう遅いんだよ。どうして分かってないね。まゆちゃん、一時不再理、おろおろ、ちゃんとした言葉出てきた急に。裁判の基本原則を知ってるかい。一時不再審、読み方間違えてなかった今。一時不再審って書いてあった。一時不再理のこと、
ある罪状で裁判にかけられて無罪判決を受けた場合、その被告人は同じ罪状では二度と起訴されることはない。これが裁判の大原則なのです。そしてそれはほんまのやつ出てきたやん。この証人の場合にももちろん当てはまります。本当だよ、本当にそうなのよ。欲しいだけアイガーはこの後直ちに有罪判決を受けるはずだ。怪人仮面マスクとして、それはつまり仏島黒部の殺害においては無実であるということなのです。まあそれはまた別のような気もするけどね。そんな今この場で罪を立証できなかった以上、欲しいだけ愛が殺人罪で裁かれることは二度とないでしょう。はあ、ちょっと入り組んでるけども、うわーって言ってる場合違う。なるほど。どうなった。これで勝利への道は閉ざされた。たとえ優作君の無罪判決を勝ち取れたとしても、真犯人に欲しいだけ愛がで逃げられてしまったら、まあそれは弁護士の仕事ちゃうけどな。優作君を無罪にできたらいいような気もするけど。この法廷における証人の発言は全て尋問されました。そしてこれ以上の証言がない以上、これでこの証人の尋問は終了したと言わざるを得ません。異議はありませんね。なるほど。どうすん、どうする。なるほど。それでは欲しいだけ愛がに対する尋問を終了します。おいおいおい、異議あり、異議あり。誰、女性の声、誰、どうやら見えたようね。誰ですか。裁判長、あなたは小学校の頃通信簿でよくこう書かれた。耳が遠く聞き違いをする。違うかしら。なんか、あ、昔やからそういう昔の仮名遣いしてると思われてるの。ディスられてます、裁判長。耳で聞いては分からないディスられ方をしています。表記によってディスられています。どうしてそれを。なるほど君、顔を上げなさい。私が言ったこと忘れたの。嘘だ。弁護士はピンチの時ほどふてぶてしく笑うものよ。このセリフは、この声、まさか。来た。久しぶりね、なるほど君。本当に久しぶり。うわー、いいね。千尋さん。これが、クライン流霊媒堂の本当の力。僕の目の前にいるのは迷いちゃんだけど、今は違う。彼女は僕の師匠、綾里千尋さんだ。さあ一気に行くわよ。でも無理だよ千尋さん。証言が終わった以上尋問なんて。まだよ、証言は終わっていないわ。どういうことですか裁判長。先ほどこうおっしゃいましたね。証人の発言は全て証言として尋問されたと。そうですが。残念ながら裁判長は忘れていることがあります。先ほど最後の尋問が終了してから、この証人は一度発言をしているではないですか。いや、あれ弁護士殿、やはり最後は愛が勝つのですよ。我こそは名探偵にして怪人。判決がそれを裏付けるでしょう。そして甘杉優作こそ真犯人である。名探偵としてこの我が断言いたしましょうぞ。しかしこの発言にいかなる重要性が。それは尋問で明らかになるでしょう。とにかく証人の発言があった以上、弁護側は尋問の権利を主張します。よろしいですね検事さん。
どうした？どうしましたか、後藤健二。本当にどうした？どうした？え？ああ。いやあれ弁護士殿、一足遅かったようですな。そのようなざれ言、この愛がには。仕方ねえ。え？確かに。証人は発言をしちまった。最後の尋問。やってもらおうじゃねえか。あら。ケンジ殿、それは一体。それでは欲しいだけは伊賀さん。先ほどの発言に対して弁護側の尋問を認めたいと思います。被告人を真犯人と断定できる理由について。最後にもう一度証言を命じます。あ、はい、いや。いいわね、なるほど君。今度こそ最後のチャンスよ。はい。さよ、確かに我はあの晩、高菱屋にはいませんでしたな。去る重大な事件の依頼について、どうしても行かねばならなかった。前もって日取りが分かっていたので、この写真を用意したのです。お？うん、真犯人が甘すぎ優作であることは美しき推理が我にささやく真実。財布とキーカードより彼が事件当時現場にいたのは明白。また一度だけ鳴った非常ブザ、ここからも推理は可能です。あのボタンには指紋が残っていなかった。なぜか被害者が鳴らせば指紋が残った。つまり鳴らしたのは犯人。彼は仮面マスクの衣装を着ていた。だから指紋が残らなかったのです。そして脅迫状、宝石の色など被害者の書き間違いでしょう。ズバーリ、全ての証拠は哀れなる青年を示している。めっちゃいっぱい喋ったな。急にいっぱい喋ったで。この証言意外に筋が通っているな。先ほどの証人の発言は不用意なものではなかったようです。全ての点が説明され矛盾している部分はありません。当然ですな。しかしなぜ非常ブザーのことをご存知なのですかな。あら、警察の捜査資料など我が名探偵には筒抜けなのです。調書には全て目を通す基本ですな、弁護士殿。この上悪あがきするつもりか、弁護士先生よ。それはこの私が許しません。なるほど君。はい。欲しいだけ愛賀の裁判をこれ以上中止させておくことはできません。あなたに一度だけチャンスを与えましょう。ちょっと待ってください。一度だけなんて。どうやらパーティーはお開きみたいだぜ。どう、なるほど君。今の証言に矛盾している証拠品なんてありませんよ。そのようね。そのようねって。いい、なるほど君。矛盾を指摘する方法は何も、証拠品を突きつけるだけじゃないでしょう。え、いずれにしてよ、これが最後のチャンスよ。決定的な矛盾を指摘できなければあなたの負け。それだけのことよ。いやー、いっぱい飲むね。17杯目、これが最後の一杯。この裁判もどうやら終わらせる時が来たようだぜ。この証言の中に致命的な矛盾を見つけ出すんだ。そして証拠品を突きつける以外の方法で暴き出す。揺さぶるしかないか、矛盾している発言を。いいわね、チャンスはたった一度よ。それでは弁護人、最後の尋問をお願いします。最後の証言。さよ、確かに我はあの晩高菱屋にはいませんでしたな。あった。愛賀さん、今の発言ですが、
意義あり。分かってねえな、丸ほど。ちまちま揺さぶってる場合じゃねえんだぜ。え？え？さっきも言ったが、あんたは一つだけ立証していないことがある。こいつが事件当時、KB 警備の社長室にいたその一点だ。どうやら最後の一杯、飲み干しちまうぜ。ん？それでは弁護人、約束を。え、ちょっと待って。そこまで。本法廷はこれ以上の審議の必要性を認め、揺さぶっただけやね。さらに被告に対する判決を決める時間も必要としません。ちょっと待って。これは極めて明白な事件です。疑問の余地はない。被告に、天杉優作にたった今判決を言い渡します。ちょっと待ってください。有罪。違う。被告人はこれより身柄を支局に預けるものとし、1ヶ月以内に高等裁判所において通常裁判を受けることとします。もう控訴の話してるけど。では本日はこれにて閉廷。1ヶ月ないですけど、2週間とかじゃない。ちょっと待って。記憶はないけど、今ちょっと。揺さぶったらあかんの？そんな話あった？揺さぶったらダメってありました？揺さぶったらダメって言われましたっけ僕？いつもの、ちょっと待って、続きカラーやないのよ。続きカラーやなくて、バシャーンって扉閉められて、有罪になったってこと？ゲームオーバー普通に今の。はい、ということでやってまいりました。いや長いね。まさかこのこっからやらせてくれるかと思ったら、ゲームオーバーになったから、こっからやらせてくれるかと思ったら、一番最初後編の一番最初からやりましたけども、そんなことある？一回失敗したら一番最初戻っちゃうんだ。なんか怖いです。オートセーブとかしてくれてないんですね。これだから一回でも揺さぶっちゃダメなの？間違えたところ最後のチャンスよって、確かに今戻ってね、復習してみたら言ってました、みんなね、一度のチャンスをものにしなさいみたいな。だから揺さぶりですら一度のチャンスなんだ。そういうことなのね。あとなんか合同がね、この尋問に異議をあんまりこう申し立てなかったのも、なんか考えてそうで怖いのよね。この先のことをなんか分かってる感じがもあったのかな、そういうことなのかな。最後の証言ちょっと集中して生かしてもらいます。もう嫌です、最初に戻るの。怖すぎ。すごい冷たく終わったし、さっきのゲームオーバーもなんか有罪。その後のやり取りもなく、バーンって扉閉まるっていう。あー怖い。ここはもうダメなの、絶対揺さぶっちゃダメなの。確かに我はあの晩高飛車にはいませんでしたな。揺さぶっちゃダメ。去る重大な事件の依頼についてどうしても行かねばならなかった。事件の依頼についてどうしても行かねばならない。高飛車にはいなかった。重大な事件があった他にどうしても行かねば。揺さぶりたい。前もって日取りが分かっていたので、この写真を用意したのです。別の場所に出た。でもあの写真は嘘だってことは認めてるんですね。真犯人が天杉優作であることは美しき推理が我に囁く真実。これまあいいわ。財布とキーカードより彼が事件当時現場にいたのは明白。それはまあその通り。また一度だけ鳴った非常ブザー、ここからも推理は可能です。そう、あのボタンには指紋が残っていなかった。なぜか被害者が鳴らせば指紋が残った。つまり鳴らしたのは犯人。彼は仮面マスクの衣装を着ていた、だから指紋が残らなかった。まあまあそれはそう。そして脅迫状、
宝石の色など被害者の書き間違いでしょう。まあ、ズバーリ全ての証拠は哀れなる青年を示している。まあ、今のどれかどれか一つ決定的な矛盾を探すんだ。私の見たところ証拠品との矛盾は見当たらないわ。そうなんだ、揺さぶるしかないわね。ただ一回だけ。高飛車にいなかった。去る重大な事件の依頼について行かねばならなかった。前もって日取りが分かっていたのでこの写真を用意したのです。真犯人が天杉優作であることは美しき数理が我にささやく真実。財布とキーカードがより彼が事件当時現場にいたのは明白。また一度だけ鳴った非常ブザー。ここからも推理は可能。あのボタンには指紋が残っていなかった。なぜか被害者が鳴らせば指紋が残った。つまり鳴らしたのは犯人。彼は仮面マスクの衣装を着ていた。だから指紋が…ちょっと待って。被害者が鳴らせば鳴らしたのは犯人。ちょっと待って。あのボタンには指紋が残っていなかった。なぜか被害者が鳴らせば指紋が残った。つまり鳴らしたのは犯人。はいはい。彼は仮面マスクの衣装を着ていた。だから指紋が残らなかった。うん、そうだね。そして脅迫状、宝石の色など書き間違い。まあ書き間違いね。ちょっと待って。値段、まあ今の、まあ、売れば1000万、500万円にはなるよな。証拠、まあ、示してるんやけど、これは一発アウトなんでしょ、きっと。指紋が残っていなかった。なぜか一度だけ鳴った非常ブザー。待って、彼は全部知ってるのは正しいんやったっけ。それはまず最初に高飛車見ませんでしたでしょ。どうしても行かねばならなかったでしょ。ここも聞きたいけどな。日通りが分かっていたのでこの写真を用意したのです。何のために、何のためにこの写真を用意したの。 何のためにこんな写真を用意したの。まあ自分が、うん、何のためにこんな写真を用意するかな。でもそのアリバイ作りじゃなければ、偽の写真ってことを認めてるよね、これ。真犯人は天杉優作。財布とキーカード。一度だけ鳴った非常ブザー。この辺のことは知ってて当然なのか、この人は。まあ記録にあるからね。記録にあることは全部明通してるって言ってたよな。記録にあることは全部明通してって言ってたよね、警察の。あれでもさ、指紋が残って、衣装のことって言って、衣装のことって知ってたっけ。相川、この法廷内で明らかになったけどさ、記録にはないのよな、それって。ここの証言でしか出てない情報って、まあ、何のためにあの写真をね準備したかも筋が通ってるとも思えないけど、難しい。ちょっと待てよ、ちょっと一応だけなった非常ブザーの前に、前もって日取りが分かっていたのでこの写真、どうしても行かねばならなかった。我はあの晩高飛車にいませんでした、言ってるね。重大な事件の依頼についてどうしても行かなければいけない。でこの写真を用意したと。理由が分かんない、理由が分かんないけどね、そんな写真を用意した。
盗み、うん、見つかるためで、このうわーどっちかかな、これ仮面マスクの衣装を着ていたをアイガがいるときに言ったわけじゃないからな、天杉くんはこの法廷で初めて言って、犯人でないと、法廷にいるか真犯人じゃないと知らない事実じゃないこれって。そうかな、怖っ。でももう仕方ないか、失敗したらまた怖かったな。いや行こうか、これな気がする。衣装着ていた、はっきり言ってる、知らないはず。うわー、急ぐ。うわー、アイガさん今の発言ですが何？分かってねえな、丸ほど、やばそう。ちまちま揺さぶってる場合じゃねえんだぜ。分かってないのはあなたの方ですよ、護道賢治。なんだと？アイガさん、ついに認めましたね。あの晩、殺人現場、KBKB の社長室にいたことを。何をバカな。たった今、あなたはこう発言しました。異常ブザーのボタンに指紋が残っていなかったのは、天杉優作が怪人仮面マスクの衣装を着ていたからだと。いかにも、この推理に間違いなど。アイガさん、どうしてあなたがそれを知っているのですか。失礼、どういうことですかな。なんか喉が渇いてきやがった。もう17杯飲み切ってるから飲めんにゃ。かわいそうに変なルール作って自分に。優作くんが犯行現場に行った時、怪人の衣装を着ていた。僕たちがその事実を知ったのはいつのことでしたか。それは確かついさっき、数時間前のことだ。手出してもコーヒー来へんのちゃう。6杯目のコーヒーが冷めた視線で俺を見つけた、見つめたあの時だぜ。あれ、そういえばこれ言ってませんでしたっけ。すみません、今まで言い出すチャンスがなくて。そう、被告人はその情報を誰にも話していなかった。それを知り得たのは今日、この法廷にいた人間だけなのです。お分かりになりましたか、アイガ探偵。あなたがこの情報を知っているはずがないんです。いやいや、あなたは今日怪人仮面マスクとして裁判を受けていた。なのになぜこの情報を知っていたのですか。それはとにかくこの探偵は知っていたんだ。そんな手出してもコーヒーは出てきません。おそらくもっと前に知るチャンスがあったんだろうぜ。そのチャンスが問題なんです。あの晩、優作くんが仮面マスクの衣装を着ていた。アイガ探偵がそれを知ることができた可能性はたった一つしかありえないのです。たった一つの可能性だと。思い出してください、天杉優作の証言を。もう一度。社長室に入ったら目の前に怪しい人影がぬっと出てきて、優作くんは一瞬真犯人を目撃していたんです。しかし天杉はそいつを見てねえんだぜ。その真犯人がアイガだったかどうかは。これ、なるほど、その証言を逆転させるんですよ。逆転だと。優作くんが真犯人を目撃した、それを逆転させれば、真犯人もまた優作くんを目撃していることになる。まさか。おお、うん、アイガ探偵、あなたは事件当夜
殺人現場で怪人を目撃したのです。ブス島社長を殺害して天杉優作を殴ったその時に、優作君の衣装のことを知るチャンスはそれ以外にない。あ、どうした、どうした、どうした、何の音、何の音、お、お、お、巨大化してる。さあさあ皆さんご覧ください。天才にふさしき好敵手を求めてついに自ら犯罪に手を染めた哀れなピエロでござい。昨日と同じことを言ってます。でもその意味合いはだいぶ違うようですけどね。複雑な事件でした。天杉優作を脅迫した愛賀探偵がブス島黒部に脅迫されていた。その脅迫者を殺害した愛賀探偵は罪を天杉優作に着せようとした。そして殺人の罪を逃れるため怪人として有罪になろうとした。そのために考え出されたのが裁判の一時不再審の原則を利用したアリバイ作りだったんです。一時不再利ね、利、理科の利、一時不再利、まあ、いいけどもだいたい意味は一緒や。とにかくどうやら真相にたどり着けたようですな。あ、すみません、甘すぎやろこれ。だいたい無視されるな、最初甘すぎな。我々はもう少しで無実の青年に汚名を着せるところでした。おぞましき殺人犯の汚名を。僕のこと無視しないでください。お前で。ああ、いたのですか。そりゃいるだろう。判決のことなんですけど。分かっています。あなたは殺人などやっていません。ええ、分かってもらえて嬉しいです。でも僕やっぱり怪人仮面マスクなんです。え、昨日その件で無罪になっちゃいましたよね。一時不再審って言うんでしたっけ、こういうの。言われてみればうっかりしてたぜこいつは。うっかりって、どうなんですか千尋さん。被告人の言う通り一時不再審の原則は絶対よ。でも検察官が控訴したらどうなるんですかね。無罪判決を受けた件では二度と起訴することはできない、確定したの一日で。じゃあ無罪になっちゃうんですか怪人。とりあえずそうなっちゃうんじゃないかしら。とりあえず。それではそういうことで被告人に判決を言い渡します。無罪。よし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 、やったー。これこれこれが見たかったのよ。いいのかな、得したってことで。いや、やっぱりいくらなんでもそれはまずいよな、怪人だもんな僕。同日午後3時35分地方裁判所被告人第4控室。よくやってくれたわね、なるほどくん。ありがとう千尋さん、ずいぶん久しぶりですね。ありがとうございますじゃない。なるほど、先輩なんやからさ、たまにタメ口は混ざってるよ。そうね、最近迷いが読んでくれないものだから。そうなんですか。それは冗談だけど、あの子今迷ってるみたいなの。クライン流霊媒堂の家元になることですか。家元をつなぐことは母との別れを意味するから。え、そうなの、それを意味するの。綾里舞子さんですか。そばにいてあげてね。なるほどくん。はい、じゃあまた会いましょう。お別れか、またここで。千尋さん、なるほどさん、
僕その何と言っていいのやら。おめでとう、ユサク。ありがとうございます。いや、どうなんだろう、何もかももう届かない。もう素直に喜べばいいじゃないですか、福。迷いちゃん、殺人容疑が晴れて怪人の無罪もおまけ付きなんですよ。でもその代わり僕全てを失っちゃいましたから。え、どういうことですか、マリカさん。警備警備をクビになったのも仮面マスクになったのも彼女のためだったんです。マレカさんですか。彼女、犯罪者が何よりも嫌いなんです。強盗の人質になったことがあるって言ってたっけ。卑怯な真似をする犯罪者なんて許せないって。分かってたのに。でも警備警備をクビになってお金がなくなっちゃったら、僕なんか何の取り柄も魅力もないし、マレカちゃんきっといなくなっちゃうと思って。だから怪人に。でももうおしまいです。割れたお茶碗は元には戻りません。盆水複数ね、盆水みたいな、うん、盆水、盆水何やったっけ、盆水複何やったっけ、あれだ、正しく言え。そんなことありませんよね、なるほどくん。本当ですか、本当に戻るんですか。大丈夫、なるほどくんが証明してくれますから。いきなりそんなこと言われても困るけど、ゆうさくん、割れたお茶碗もいつか元に戻ることもあるよ。それを どうする、何で証明するの、それ。割れたお茶碗も、壺くらいしかないか。でも割れたお茶碗元に戻すって、暗いの壺、マレカちゃんが見つけてきてくれた。マレカさんはいつでも信じてるんだよ、ユーサックのこと。だから大丈夫、何も心配はいらないと思うよ。いたいた、マレカさん、やったね、ユーサック、無罪だよ、無罪。ありがとう。でもそのマレカちゃんはもう僕なんて、ユーサック、どうしてきちんと話してくれなかったかな。警備警備をやめたなんて私知らなかったんだもん。まさか本当に怪人やってたとはね。マレカさん、それを知っちゃってどうするんですか。まさか。決まってるでしょ、そんなスリリングなこと見逃すはずがないじゃない。私のバイクシャレ抜きで飛ぶからさ、絶対逃げ遅れるなんてありえないからね。確か犯罪者は許せなかったのでは。私が許せないのは卑怯な真似をするやつだよ、あの探偵みたいに。なるほどね、ユサくん、正々堂々と予告状で宣戦布告しちゃって。私大好きなんだよね、そういうスポーツマンシップ。スポーツマン、やっぱり私の予感は正しかったよ、ユサくんといればスリリングな毎日を送れるって。マレカちゃん、マレカさん、ユウサクくんのこと本当に好きなんだな。ねえ、リュウイチくん。はい。リュウイチくんに弁護をお願いして本当によかったよ。どうもありがとう。私ずっと忘れないから。いや、その大元気で。リュウイチくんもね。顔が赤くなってきた。張ってるとんかい。なるほどくん、迷い様、おめでとうございます。ハミちゃん久しぶりに出てきたね。ピまあ、さ最悪のタイミングだ。なるほどくん、迷い様のもんで、人様の奥様と許しません。おたまた叩かれてる。叩かないで、迷いちゃん。はい、じゃあハミちゃん、僕の意識は薄れていき、そして事件は終わった。
ハミちゃんに殴られて意識失ってる。荒れたお茶碗は元には戻らない、優作君は言う。でもそんなことはないはずだ。だってそうだよ。あら、いいね。荒れた壺だってこうして元に戻ったわけだからね。いいね。ペンキは落としてもいいんじゃないの。ペンキはなんとか頑張って落とした方がいいんじゃないの。ね、終わった。いやー、素敵素敵、よかったよかった。なんかよかったね、グッドエンディングでね、ハッピーエンドでよかったじゃないですか。いやー、複雑やった、難しかった。有罪ちょっと食らっちゃったけど、初めて。まあまあ、でもよかったよ、やり直してね。面白いね、さすがやね。逆転のレシピやって、次なんかエプロン着てる、まゆいちゃんが、ああちょっと複雑。なんか難しかった、普通にね。えもっとスススッと行きたいのに、クソ。でもまあ、これがね、醍醐味ですよね。最高でしたね。みんなねえって言ってる、ちゃんとねえって言っていこうね、どんどんね。ねえ、まあ、楽しみです、もう最高。続いてね、次回から3話、逆転のレシピですんで、お楽しみに。お疲れでした。